桃から生まれた桃です。今日はなんと私のテリーミーというアパレルのブランドの紹介をしていきたいと思います。2月からオープンしたんですけど、大人気ですごく嬉しいです。ブランドのコンセプトは自信をくれるエッセンスみたいな感じで、可愛い服着てたら自信満々に入れるかなみたいな感じのコンセプトにして、可愛い感じの女の子っぽい服がめちゃくちゃ多いんですけど、私も今着ててまだ完売してないドットチュールバンピなんですけど、これは私が一から作りました。ドットがね2層になっててね、ふわふわする。で結構たくさん完売があって、まあ、この中にも完売してるものもあるんですけど、それをなんと今日は黒ギャル2人に来てもらいたいと思います。どうぞ。キューリプとエリプです。今日はモモ様の可愛いお洋服を着れるということで楽しみにしてきました。ありがとうございます。ただ似合うかだよね。その清楚の子も着れるし、ギャルも着れるしみたいな、タイプを選ばないブランドっていうの結構話題になってるから、うちも服もらって着たやつ載せてあるんだけど、タイトアップ好きで、それはうち結構ね似合ってたと思って、めっちゃ似合ってた、結構似合ってたと思う。ちょっと落ち着きました、大人っぽいよね。そうですね、まあ、どちらかデート向けだよね。デート向けですね。デートで着たいです、ももちゃんの。デートで着てください。じゃあ選んでいきましょう。はい、キーちゃんのお洋服から選んでいきたいと思います。何着たい？綺麗、こういうの挑戦したい。どれ？これなんかちょっとあいみとかなげが来そうな。確かにこれ最近発売したセットアップです。くすみピンク結構うちのブランド多くて、こんな感じ。あ、今チューブトップス着てるし、ちょうど良さそう。こんなに調節できて、これはまだ発売してます。バリバリに1着目ということでお願いします。どうしようか。女の子っぽい服も着てみたいです。1着は。この組み合わせ結構人気です。着てみたいです。はい、ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。私が一から作ったお洋服もたくさんあるんですけど、一部はセレクトなので値段がお安くなってるので、ぜひ見てみてください。ちょっとあいみじゃない？はい、1着目来ました。ヤッホー、あいみだよ。もうなんかあいみっぽいよね、めっちゃなんかあいみになっちゃったんだよね。確かにくすみピンクめっちゃ似合くない？やっぱ金髪との相性もいいし、軽いんだよね、風通しもいいし、だからって透けないし。なんか私身長ちっちゃいからこういう系とか似合わないと思って避けてたの。でも今回着てみようと思って着たら、これめっちゃズボン上げればそんな違和感なく着れるのね。よかった。なんか初めて着心地めっちゃ良くて、全部ゴムじゃん。あとパールでちょっと女の子っぽさ出してるんですけど、これは結構ギャル着れるよね、めっちゃ。え、これなんか肌触り軽いの、本当になんか。でもこれ調節できるのがやっぱり女の子超嬉しいと思うんだよね、うん、まあ、谷間見せたければちょっと下げればいいし、ブラックで行きたい時上げちゃえばいいしみたいな。これ結構うち一番おすすめかもしれない、夏。嬉しい。ということでじゃあ次もまた選んでもらっていきたいと思います。はい、じゃーん。イエーイ。女の子っぽい子着てみました。ね、めっちゃ女の子っぽくなった。めっちゃ可愛いです。しかも女の子っぽいのにちゃんとここのボタンとかが大人っぽさ出しててめっちゃいいなって思う。嬉しいね。上品さがある。なんか肩パフパフ系結構多いかも、うちのブランド。可愛いです。このプリーツスカートは中がパンツになってて、中のショーツが見えないようになってるところがめちゃめちゃいいなって思いました。生地の違いとか可愛いよ、切り込みのプリーツになってて、うん、可愛い。うちのブランドのスカートは私が結構暴れるのでインナーパンツ絶対みたいな感じなんですよ。可愛、はい、いです。可愛 い、 い2着目なりたいと思います。ということで2着目です。オセロコンビだからちょっと、そう、お揃い、お揃いになりました。え、これいい、楽。意外だけどめっちゃ似合う。港区だよこれ、超楽だから。マジこれいいよ。ワンピーに頼っちゃうよね、うん、夏って楽だから。もうこれおすすめです。私まだオールインワイしか着たことないけど、はい、ということで2着目でした。はい、じゃーん。2着目でーす。かわいい、似合ってる。本当ですか？私服っぽいんだけど、ちょっとイエーイ。オールインワンです。オールインワンです。しかもめっちゃ生地も全然熱くない。絶対夏にこれは持ってこいすぎる。黒とベージュあるんですけど、両方ゲットしました。本当ですか？ぐらいめっちゃ好き。ベージュゲットしました。私お願いします。はい、ゲットします。これだと絞れるからベストも細く見えるんですよ。ダランって見えないみたいな。今全然きつくしてないんですけど、結構きつくしてもめっちゃ引き締まって見えて可愛いと思う。これギャル好きだよね。え、多分好きです。キラキラなベルトつけても可愛いと思う。確かに革とかも。じゃあ3着目いきたいと思います。はい、3着目です。シャツ選びました。イエーイ。これね、なんか私サイトとかではなんかこのベルトをここがあれだったの。そうそう、うん、ギュッて締めてやるんだけど、キーちゃんこの着方マジで似合ってる。え、私シャツの着方私これしか知らないんですよね。あ、これしか知らないタイプだ、うんうん、思ったのがこれね、シワになんない素材だね。あ、そうそうそう、これは1から作ったやつ。いい、これこれもう完売しちゃったんですけど。あ、完売しちゃったの。そう、大人気だった。この感じも可愛い。うん、ベルトがね可愛いんですよ。ちゃんとやればガーリーに着れると思います。でもどっちにも着れるの、うち初めて知ったの、この着方。こういう感じの着方マジ初めて知ったから勉強になった。あ、よかったです、うん、はい、ということでじゃあ次4着目いきたいと思います。はい、3着目のお洋服を着替えてきました。かわいい。
セレクトのものなんですけど、超人気の。めちゃめちゃ可愛いです。もう襟がついてる服今流行ってるじゃないですか。確かに韓国っぽいやつ。女の子系の襟がついてる服は着たことなかったんで、めっちゃ可愛いと思って。初めて。はい、めっちゃ可愛い。マジで本当にパンツのポイントはちょっとハイエストになってて、足が長く見えるかなって思います最初。これ着やすくない？めっちゃ、うん、めっちゃ着やすいです。合わせやすいし、合わせやすい、使いやすい。めっちゃ、うん、おすすめです。じゃあ4着目に行きたいと思います。はい、ということでホワイトコーデにしました。4着目イエーイ。このトップスはシェリーミーなんですけど、あの合わせでデニムはエディさんのデニムです。エディめっちゃ履きやすいよね。やっぱりさ、夏だからさ、露出したいけどみたいな、ちょっとなんか軽装のめんどくさいとか、確かあるじゃない、うん、変に日焼けしちゃったとか、うん、その時いいよね。着隠しアイテム、隠しアイテムでこれ2段階になってるのね。これがちょっと女の子っぽさがあるから、いや、ボリューム出るからね。下だけタイトなスカートでもいけそう、うん、組み合わせ方によっては結構確かに一着持ってるだけで本当に合わせやすい。ママと一緒に着れたりするよね。あ、これ確かに。なんか子供がこれ欲しいって言うけど、なんかお母さんも買いやすそう。私も着れるし、いいや買ってあげようみたいな親子で着てくれたら嬉しいな、うん、うちもみたいな感じでしたじゃあ次最後ラスト選んでいきたいと思います、はい、お願いします。はい、4着目のお洋服です。イエーイ。これマジで激推しってか超人気だけど、完売まだしてないので。本当ですか？はい、モデルの中で結構人気かも。でもズボンもぺったんこ履いても床につかないレベルで、でもちょっと長めっていうのが本当に足長効果めっちゃあるなって思うし、うん、しかもさ、これズボンだけでも可愛いんだよね。え、可愛いです。後ろのゴムと全然こっちの方が平らになって、これ上をさ、派手な色のトップスとか合わせて可愛い。うん、可愛いと思います。上白だけとかでも可愛いですね。うん、可愛い。合わせてみる。多分絶対可愛いですよ。え、絶対可愛いですよ。あー、いいじゃん、ほら、いい感じ。絶対可愛い。セットアップでもセットアップじゃなくても多分どの系統でもいけますよね、うん、これ。このズボンと白のトップスとスニーカー履いたらストリート系になるし。確かに確かに、めっちゃ可愛い。本当に嬉しい。長さ調節できるんですよ。え、紐ですか？そう、へえ。あの、緩くしたければ。しかも調節の紐もちゃんと可愛いっていう。最後の洋服選んでいきたいと思います、はいはい、ということでラストはトップスだけ変えて髪型ちょっと変更したんですけど、うん、髪の毛縛ってちょっとマイキーみたいと思って全然ヤンキーの方いっちゃったのみたいな思って。違う、なんか可愛くしようと思ってマイキーって何と思ってえ、でもこれゴルフとか好きな人は絶対一着持ってた方がこれ楽だもん。なんかこれゴルフに使えるの？こう思っちゃったもん。綺麗。これゴルフに着る服で出してないんですけど、うん、え、うちは別にこういうの結構普通にガーリーに着ちゃうので、これに、いや、スキニーうちはあんま履かないの。骨格ウェーブだからハイウエストじゃないと似合わないって言われてるので、ハイウエストのショーパンとかスカートに合わせるかも。じゃあ私はラストこんな感じでした。はい、ありがとうございました。めっちゃ可愛かったです。最後のお洋服はこんな感じです。かわいい。これマジでこの組み合わせめっちゃ好きなんですよ。アイボリーとブラウン、モカっぽい。モカ。お洋服のポイントは絶対的にこのリボンだと思います。確かに。あとここのフリフリとか、うん、手首と首のフリフリが可愛いと思う。可愛いよね。ちゃんとここにボタンついてて、また上品な感じが可愛いです。色めっちゃ可愛いの、これは、うん、色がもう本当に。これはブラックとこの色があって、まだ発売してるのでぜひ。生地が薄いんで絶対に夏にも、うん、そう、透けてるんですよ。透け感がまた大人のエロさですね、うん、本当にこれ使いやすい、敷きやすいのでおすすめということで以上です。はいはい、これでシェリーミーのお洋服を着てもらったんですけど、どうでしたか？生地がね、思ったより良かった、うん、それインポートものってさ、ぶっちゃけさ、頼んでみないといざってなった時分かんないじゃん、うん、これは大丈夫、うん、めちゃめちゃ安心して買っていい。セレクトと私が一から作ったのがあるので、うん、セレクトのはちょっと私の作ったやつよりは安めになっている値段が。うーん、ぜひ。うちオールインワン大好き、ももちゃんの分身で。うん、嬉しい。うちがオールインワンで着れるシンプルさとガーリーすぎない感じいいんだよね、うん、大人っぽいみたいな、うん、それ今一番狙ってる。いや、これマジ超似合ってたねちょっと今狙ってる。狙ってる。これほんとこだわって、めっちゃお気に入りのやつなの。うん、これめっちゃ可愛い。私の夏はももちゃんのオールインワンをお願いします。はい、ね、うん、なんか冬はコート期待してるんだ、うち。今エイドブ作ってんの。アウターも何個か作ってるんだけど、めちゃくちゃ可愛くて、着心地とあったかさと触り心地、あ、めっちゃ重視した。もうももちゃん触り心地とかめっちゃ大事だから、ね、そう、この人もう人の服とかこうやってずっと触ってんの、こうやってぜひ期待しといてください。わー、はい、ということで、はい、黒ギャルは全然着こなせましたね。肌の色も顔の系統もそんな気にしなくていいんじゃないかなっていう感じで、清楚の子も似合うし、白ギャルももちろん、黒ギャルも私も意外だったのがめっちゃ似合ってた結構しっくり着たの。びっくりした。よかった、気に入ってもらえると思わなかった。本当によかったです。ありがとうございます。シリーミーの公式サイトを概要欄に貼ってあるので、せーの
香と凪もモデルしてくれてるのでぜひチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。